皆さんこんにちは、手芸大好きアスカルです。今日はリクエストいただいたかなおちゃん風立体マスクを作っていきます。幼稚園から小学校低学年くらいのサイズにしてみました。以前配信した基本の立体マスクの作り方も概要欄に載せておきますので、興味のある方は見てみてください。それでは作っていきます。13センチ ×12 センチの四角形を用意します。次にこのように2センチのところに線を引いていきます。線を引いた上下 3.5 センチに印をつけます。次に左上に 2.5 センチ、左下に4センチの印を書いておきます。左下から 5.5 センチのところに印をつけます。このような直径22センチの半円を用意して、印同士をつなげていきます。次にこのように平行に線を引きます。このように上から3センチのところに平行に定規を当てて、ちょうど交差するところに印をつけます。下は同様に1センチのところに定規を当てて、同じように交差するところに印をつけます。印同士をつなげて線を引きます。引いた線の上から 2.5 センチのところに印をつけます。下から 2.5 センチのところに定規を当てて、先ほどと同様に印をつけて線を引きました。こちらのサイズは大体の目安なので、あとはお好みに合わせてアレンジしてみてください。ちょっとわかりにくかったので色を塗ってみました。この3つをつなぎ合わせて1枚の布にします。正面から見て右側の型紙は出来上がりました。こちらは正面から見て左側の型紙です。作り方は先ほどの途中までと同様です。このように出来上がりました。こちらの型紙は線通りに折ると裏布用としても使えます。生地を裁断します。このように生地の裏側に型紙を当てて線を引いておくと、後でつなぎ合わせるときにやりやすいです。念のため縫い代を 0.7 センチぐらい取っておきました。こちらはもう一枚の表布です。縫い代はつけてません。裏布を左右逆になるように2枚作りました。こちらも縫い代はつけなくて大丈夫です。正面から見て右側の表布をつなぎ合わせていきます。このように中表に合わせて線同士が合うように待ち針で固定します。線の上を縫います。次にこのように表に返して縫い代を黒い生地の方に倒していきます。先ほどと同様に中表に合わせて両方の線同士が合うように待ち針で固定していきます。
先ほどと同様に線の上を縫います。このように縫い代を揃えます。今度は縫い代を割っていきます。あとは先ほど作ったもう一枚の型紙を合わせて型紙通りに切っていきます。これで表布と裏布が出来上がりました。ゴムはお子様のサイズに合わせてください。こちらは東海さんで買ってきた細めのカラーコードです。だいたいこのぐらいの大きさにしましたが、お好みで作ってみてください。付ける位置もお好みですが、端の部分はゴム通しを作るので気をつけてください。その他にこのような飾りをつけてもいいかと思います。このように手縫いでつけてきました。次に中表に合わせます。表布を待ち針で固定したら、同様に裏布も中表に合わせて待ち針で固定します。縫い代 0.7 センチで縫います。このように縫いましたら、広げて縫い代を右側に倒します。この時に後ろから爪でクイクイと押すと綺麗に整います。裏布も同様に右側に縫い代を倒したら、縫い代がある方にステッチをかけていきます。中表にして重ねます。中心の縫い代の境目を合わせて固定します。その他も同様に待ち針で固定しますが、基調結びを縫わないように位置をずらしておきます。縫い代 0.7 センチで縫います。このように縫いましたら表に返していきます。裏布が表から見えないように少しだけ内側にします。アイロンで整えていきます。両サイドの長さを揃えると綺麗に仕上がります。上下端ミシンをかけます。
次にゴム通しを作ります。このように1センチずつ2回折ります。反対側も同様に折り、アイロンで整えていきます。内側の端をこのように縫いますが、その時に几帳結びを縫わないように気をつけてください。ゴムを通します。余分なところをこのように切ったら、結び目を中に入れて完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらを参考にぜひ作ってみてください。